え、明日のさ、ホログラの話知ってる？誰かね、ツイッターでね、なんか言ってたんだよ。え、なんで、そう、ちょっと待って、なんでさ、ねえねえねえ、そのさ、その、スバルの激ヤバ会が、あー、公式の面言で出てんのか。いやー、だから面言だからあんまりな、なんか詳しくは言えないんですけど、ちょっとみんな申し訳ないけど、明日放送終わったら、消えるから。しばらくインターネットから消えるけど、心配しないで。みんな探さないで、スバルのことを。やっぱり心に整理をつける時間って必要だから。もう、おさらしい！あんなとか言うとさ、あれだけど、あのような激ヤバのものがインターネットに今後一生残り続けるかと思うと、スバルは恐ろしいよ。え、なんかね、ずっとね、まあでも言うてなんか出ないんじゃないかと思ってたの。取りはしたんだけど、全然その出ますみたいなのがなかったから、言うて出ないんじゃないの。いや、やばいよ、マジ。ホログラね、いや別にホログラがやばい、まあホログラはやばいんだけど、ホログラとかいう、マジやばいよ。デジタルタトゥーやもん、ちょっとあの回、ちょっと、ね、今告知したから、リツイートも、いや、リツイートはさすがにするか。いや、リツイートすんの、ちょっと待って。あーだなんかね、見れる人と見れない人いると思うよ、この中にも。共感性を感じて、はわーってなる人は絶対にいる。っていうぐらい、まあ個人的には、ちょっと、ダメージが来るから、はぁ、マジか。明日、はぁ、マジか。はぁ、マジか。いや、もっとね、スバルじゃなくていいと思うの。はぁ、マジか。ちょっと。プリンセスサブスク